気づいてんだろ。お前迷ったのか。こりゃ驚いた。まさにゴミために宝石だ。なんだと。おい待てよ、あんた例のノラか。救世主様助かったぜ。騎士改正ってやつだ。俺は発掘屋のポルガフ、かのポルガフ発掘隊兼高級発掘器具調達隊の隊長だ。助かったと言ってたが、なぜだ。最悪の状況で途方に暮れててよ。実は俺の発掘隊がちょっと事故にあって、近くで古の者が作った秘密のトンネルが新たに見つかってな。俺と半数が先に通って残りは後から来る予定だった。だが数日後に現れたのは怯えきった男一人だけ。そいつは俺に死の闇から逃げてトンネルが崩落したと。でそのまま死んじまった。なあ、トンネルの東側なら行ったが、瓦礫で塞がっていた。遺体も見かけた。きっとお前の隊員だろう。他の者は見なかった。あんた声がでかいって。残った連中がビビっちまうだろう。辺りの安全が確保できるまで発掘はやらないって言ってやがるんだ。仲間を半分失ったのにまだ発掘を。ここでやめたら死んだ奴らも浮かばれねえ。それにあんたもいるし、突破口が開けるかもしれねえじゃねえか。トンネルの開通を手伝ってくれたらそれなりの礼はさせてもらうぜ。乗ってみるかい。このキャンプが活動の拠点なのか。そうじゃなくて、残りの連中と合流して南に行く予定だったんだ。砂丘の向こうを発掘しにな。だがトンネルが安全になるまでみんな動かねえと言ってる。ここに名前までつけてな。僻地キャンプだとバカにしてんのかっての。なあ、してるな。どうやって秘密のトンネルのことを知った。本職の勘ってやつだな。場所を嗅ぎつけるのも発掘屋の才能だ。実は残忍のオセラムがトンネルを使ってテナークスの領土を迂回し西部で発掘してるって聞いてな。まあそんで雇うことにしたってわけ。追跡と探索に長けたやつをな。スパイか。いいか、噂が本当なら相当な規模の発掘が見込めるんだ。だが誰かが先に行って拠点を作って補給ルートを確保して機械からの防衛体制も。オセラムにかかれば砂もシャードになるか。その通り。ここについて教えてくれ。まず北には凶暴なテナークスどもがいる。水の代わりに血を飲むって噂だ。それで荒れ地を生き延びるってな。南にはいろいろある。地も砂漠もお宝もな。つまりだ、歪んだ鉄で作られた古のものの遺跡が砂に埋もれてるってわけさ。だがどれもこれもグリントホークの群れが可愛く思えるような獰猛な機械に守られてる。遺跡の深部はテナークスですら避けてる。特別勇敢な探検家しか行かない。私は行ったが。本当か。俺はまだお宝を見たことはないんだが、いずれは見つけてやるさ。トンネルについて調べてみる。ははは、さすが救世主。お前のためじゃなく、ここにいるみんなのためだ。同じことさ。方角はあっちか。そうだよ。ついでに鍵付きの箱も探してきてくれないか。皇族の連中が荷物を持ってくる予定だったんだ。できるなら回収したい。お袋の手作りの箱でな。見つけたら持ってくるよ。感謝するぜ。そんじゃ気をつけて。あんたも機械に乗るんだろ。ホルガフが言ってたトンネルの入り口だ。消えた発掘隊を探して東への道を通さないと。塞がれてる。それに発掘隊も見当たらない。他に道がないか調べよう。ファイアドリームを吹き飛ばすか。片付けておこう。生き残りがいたのか。
私てっきり夢見てるのかと。何が起きたんだ。真っ暗な中で世界が揺れて。機械か。見えなかった発掘隊、うん、みんな逃げた。全てが崩れてここから出られず。誰か助かったの。切迫隊には伝わってる。ああ、伝わってる。そう、一人じゃなくてよかった。安らかに。巨大な何かが発掘隊を襲ったみたいだな。先に進もう。嫌な予感がする。バロワだ。それに消えたポルガフの発掘隊。仲間を呼ばれたか。あのオセラム、死ぬ間際に何かに襲われたと言っていたけど、こいつらのことじゃないだろう。奥の方で音がする。外へ出ないと。あそこから出られそうだ。ロックブレイカーか。
に違いない。こいつに悩まされることはなくなったな。オーセラムは谷の東側から入ったみたいだな。調べてみるか。きっとこれが皇族の隊が運んでいた物資だろうな。ホルガフの鍵付きの箱があるかもしれない。ホルガフの箱だ。届けてやるか。ロックブレイカーの攻撃で壁が崩れたみたいだ。それでオセラムは閉じ込め、残りのものは反対側に出ようとして西に逃げていったんだな。こいつを爆発させれば道を作れそうだ。出口、これでトンネルを通れる。ホルガフに知らせよう。犯されざる地に戻ってきた。これで行き来しやすくなったな。どれどれ、キャンプで費やした日数を足して。信号の発信源はこの近くだ。でも戻ったか。トンネルはどうだった。仲間を見つけたよ。一人は生きてたが、ほどなくして死んだ。移動中にロックブレイカーに襲われたみたいだ。かわいそうに。発掘に死はつきものだが、そりゃ最悪の死に方だ。でもロックブレイカーは片付けた。もう通れるぞ。ははは、さすがの腕前だな。それで鍵付きの箱は見つかったのかい。これだろ。こいつは驚いた。あんたに不可能はないのか。あら、約束の報酬だ。脅威はなくなったし、トンネルの補強と片付けをするか。そしたらまた人員を送って、今度こそはちゃんと儲けてやるぞ。よし、仕切り直しといくか。イノシシのシチューはもううんざりだ。